米大リーグドジャースの大谷翔平投手はついに空前絶後の記録50本塁打 &50 盗塁の50から50に到達した MLB の歴史に新たな1ページを刻んだ試合は大きな注目を集めたが記録が生まれた直後には大谷の偉業を称えるための細やかな配慮があったことが話題にヨネロー星が伝えている長い歴史を誇る MLB の中でも特別な一日となった大谷の 50から50、到達試合。マイアミで19日、日本時間20日に行われたマーリンズ戦の7回、大谷が豪快な一発を左翼席に運ぶと、駆けつけたドジャースファンだけでなく、マーリンズのファンも総立ち。ダイヤモンドを一周し、ベンチに戻った背番号17をドジャースの選手たちが称え、スタンドからは拍手喝采が浴びせられた。実ははこのシーンでは 大谷に対するリスペクトが散りばめられていた。米国の老舗スポーツ専門誌、スポーツイラストレーテッドは、翔平大谷5 5本塁打の祝福シーン、審判の粋な行動が称賛される、との見出しで記事を掲載。記事内では球審の行動に称賛を浴びせている。彼が本塁に入ってくるとき、球審のイヤソンがはこの特別な瞬間を祝うためにベース、の土を払いのけた。 さらに、マーリンズのバットボーイとおしゃべりをすることで時間を作り、ドジャースがチームメートを祝福するための十分な時間を取れるよう、ピッチクロック違反をどけた。本来なら、大家の生還後、自打者のキアマイヤーが打席に入るところでピッチクロックが動き出すところだが、記事ではイアソンガは試合を続行し、次の打者ケビン・キアマイヤーに1ストライクを宣告することもできたが、状況を汲み取り、 大谷に使える時間を与えたとイヤソンが急進はわざと時間稼ぎをする形でピッチクロック違反にならないように配慮大谷の歴史的偉業を称えるため審判も陰でサポートした格好だ